本当に買ってよかったアンダーマー商品を紹介させていただきます。ブランドマーケティング部の岡花代です。スポーツマーケティング部の大森佐穂です。よろしくお願いしますじゃあ早速ゴルファーの佐穂から商品をぜひ紹介してください、はい、では行きます。じゃん、うん、これです。このシャツ、はい、私これ結構9月ぐらいに発売されて、あの NBA バスケの NBA で活躍するステフィン・カリー選手がこのゴルフも結構好きでやられてて、試合とかにも出るような方なんですけど、ゴルフのその方がデザインとかがやっぱいいとテンションを上げてプレーできるっていうので、そのカリーモデルっていうのが今年から発売されて、こういうあまりアンダーマーで見たことない色だったり、あとこれの他に花柄とかいろいろ可愛らしいデザインのものが出てて、その花柄とこのピンクの両方買いました。その素材もすごい肌触りも、そうなんです、はい、これアイソチルって結構もうアンダーマーでは有名っていうか結構メジャーなんですけど、はい、これ多分今触ってみても分かると思うんですけど、うん、ちょっとヒヤッとする、はい、着てるだけで結構涼しくなるので、夏は本当にこれおすすめな、涼しくて快適にプレーができて、はい、色も可愛い、はい、しかもこのここに後ろのちょっと見いいですか、ここにアンダーマーマークが入ってるので、これです。後ろに、はい、縦に、あ、そうです、縦に入ってるので、こうフィニッシュした時にちょうどここに見えるのが結構お気に入りでこれ好きなんです。これメンズなんですけど、あの可愛すぎて S サイズをちょっと大きいに着てやってます。スカートとかに合わせて、はい、そうです。大森さんはインスタグラムでもすごい影響するんですね。もうゴルファーですねもうゴルフ歴何年？ゴルフ歴は15年とか。15年、中学生から始めてる。小学生、小学4年生からです。これインスタでも来て投稿したんですけど、結構評判が良くて、私も買いますって言ってくれた方が何人かいました。じゃあもう今完売してお店にはない？あります。あるんだじゃあまだ買えるっていうことね。まだ買えるっていうことでこれは冬だったらコールドギアを着て合わせできることもできる、はい、できます。今でも着てます。あ、今でも着てじゃあ次は岡さんのおすすめを教えてください、はい、私のおすすめのアンダーマー商品はこちらです。じゃん、アンダーマーのベロシティ2というシューズです。これ好きすぎて、はい、これと今履いてる靴とあともう一足買おうと思って早く買わないと心配になっちゃうくらい私がランニングに欠かせない靴です。お母さんずっとこれ履いてるイメージあります。もう毎日これを履いていてトレーニングの時も通勤の時もだいたいこのシューズを履いてることが多くて、なんかこう馴染んでる、うん、一番お気に入りのポイントはどこですか？ポイントはもう軽さとフィット感。もうこの靴は多分私の中ではアンダーマー史上最強シューズだと思っていて、なぜならば今ランニングをやってるんですけど、このシューズで自己ベストを2回も更新できたっていうお気に入りの験担ぎ的な靴でもあるっていうのがあるんですけど、まあ一番の特徴としてはそのフィット感と軽さなんですけど、やっぱり特徴はアンダーマーのシューズはこのホバーといってですね、ホバークッショニングというソールに特徴があります。まあ走っていてどんどん足が疲れてくるんですけど、そのクッションを前に進める推進力に変えてくれるっていうのがこのホバークッショニングの特徴なんですけど、まさにそれを感じられる商品だなと。そしてこのアッパー部分もすごいメッシュが大きく使われていて、足にフィットしてさらには通気性がいいので長く走っていても蒸れないし熱くならないというか、フィットしているのに靴下みたいにフィットしてるっていうのが正しい表現というか、なんとなく私のイメージなんですけど、この商品を履いて走ると多分みんな早く走れるかなと思います今ある商品の中では一番おすすめのシューズです。もう何足も欲しくなるで、靴はやっぱり消耗品なので、うん、何キロ何百キロと走っていくとやっぱりクッションがどんどん弱くなっていくので、ある程度走ったら買い替えなきゃっていうふうに思っているので、うん、もう3足目を買うのが
楽しみです。あと岡さんもインスタグラムをされてるんですよね。そうですね、はい、インスタグラムやってるんですけど、はい、日々の発信内容はこの靴を履いて走ってるランニングと、あとはトレーニングですね。会社のジムでトレーニングを毎日しています。もう日々のライフスタイルにトレーニングをすることが日課です。こういう感じですか。もうサホーゴルクさんと今年200人ぐらいのフォロワーの時から一緒に頑張ろうねなんて誓ったんですけど、今もう 1.5 万人くらいいて。え、何月に始めたんですか。何月だっけ、春とかだよね。活動を5月ぐらいに始めて、で今サホーゴルクは現在フォロワーはもうすぐで 1.5 万人です。あ、岡山さんは岡山は944です。1000人のフォロワーが宣伝したいですね、このシューズの良さを。ランニングもやってるんで、ランニングの方のフォロワーも何名かいらっしゃって、そういった方にもこういったアンダーマーの商品の良さが届けばいいなと思ってます。結構何回かレースに出てあのいろんな方と会話するんですけど、アンダーマーのシューズがランニング用があるっていうことを知らない人がすごい多いんですね。なのでそういった方、一人でも多くの方にアンダーマーのまず商品があるよっていうことを届けたいのと、実際に履いてみてもらってなんか感想もらえたらいいなというふうに思っています。もうなんか ほとんど言ってない、毎週ぐらい言ってるんですよね。いや、あの最近もう寒くなって1ヶ月ぐらいやってないんですけど、8月とかはもう月8回行きました。8回、すごいですね、ゴルフ愛が。はい、楽しいですね、やっぱり。何が楽しい？私なんか楽しいけどスコアが全然良くないから、なんかいつもこう打ちのめされて帰っちゃう。私一番ゴルフで楽しいと思うのはパターが入った時なんですけど、うん、それがうまくいくと、もう今日はいい一日だったなってなりますね。パター。はい。あといろんな人とやっぱお話ししながらいろいろ。なんか楽しく回るのは楽しいです、やっぱり。試合になるとやっぱピリピリしてあんまり楽しめなかったんですけど、社会人になってこう趣味としてやるようになって、また違うゴルフの楽しさみたいなのに気づきました。あのゴルフコンペで賞品全部かっさらったって。確かにね、そうなめした。優勝をベスグロ、ドラコン2つ、ニアピン2つ。でもやっぱアンダーマーのゴルフウェアの良さをもっといろんな人に知ってほしいです。やっぱ機能性本当にいいので、着たことないっていう人が多分多いと思うので、それはちょっと積極的に今後も続けていきたいなと思います。私はですね、まあ、この靴を履いてサブ 3.5 目指したいとは思うんですけれども、あまりこう好きな靴は好きな靴なんですけど、そこまでこのシューズにこだわらずに、やっぱりアンダーマーの靴でいろんなものがまた2020年も出てくるので、そういったいろんなものも試して、その商品の良さっていうのをちゃんと自分で実感して、それを伝えていけるような、そんな形でアンダーマーのランニングを広めていきたいというか、もっと多くの方にアンダーマーのシューズで走ってもらいたいなというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。